最強の称号などそんなに欲しければくれてやる。今の拙者にはまだだ。何？決して引こうとしない闘争心が自らの敗北を招いたのでござるよ。どーんとこいってんだ。来た。なぜとどめを刺さぬ。今の拙者は流浪に人斬りではござらんよ。だが我らを見ろ、戦うことしか能のないこんな時代遅れの4人を受け入れて。抜刀斎、とどめを刺せ。他の者を巻き込む戦いは決して許さぬでござるよ。なんだありゃ。ガトリングガンですよ。しかも最新型のね。あの野郎、わざと外して殴り殺す気だ。新型アヘンで資金を作り、最新型ガトリングガン。いいか抜刀斎、金さえあれば剣術など足元にも及ばぬ力だ。頭の盾と慣れたことに満足してるんだ。ひょっとこ。危ない危ない。やろう。メイドの土産に持っていく。ハンニャ、何する気だ。サノ、カオル殿とヤヒコを頼む。抜刀斎、お前もこれでおしまいだ。どいつもこいつ。命乞いならお金様に頼んでみろ。やった。無駄死になんかではない。お庭番衆4人の命が寒流のガトリングガンに勝ったのでござる。あなたたちのような人に会えて本当によかった。アヘンを作り人を苦しめ死なせた罪は。殺した人が蘇るわけではござらん。それよりまあ、そうすりゃいつかきっと家族にも会えるだろうぜ。そりゃ謙信は警察署長の信頼が厚いからな。寒流みてえな悪党が何と言おう。ひょっとしてあいつまだ謙信を狙ってやがるのかな。さあ、だがいずれ必ず。違うんだよな、謙信のはこうじゃねえ。鼻を切れてる。できた。彼女？そんなんじゃねえよ。先週からうちで働いてもらってるんよ。つばめちゃん大好き。またお…なるほど、そういうこと。